さん、こんにちは、まるだよ。失礼しました。皆さん、こんにちは、こんばんは。まるチャンネルのまるです。まあ、今日はですね、ちょっとゲーム動画ではないんですが、もともと私、ガジェット類だったりね、機械物、その他、雑貨だったりね、いろいろ、コンピューターだったり、そういうものが、昔から好きでね、前から動画ね、こういうガジェット関係の、動画も上げていけたらなとは思っていたんですが、なかなかね、進んでいなくて、今回からね、こういう動画もね、上げて、いければなと思っております。で、今日はですね、前からちょっと要望があって、私の、ゲーミング PC ですね、ゲーム専用のパソコンの、どういうものを、使ってるのかね、紹介していこうかと思っております。ということで、早速見ていきましょうか。よし。で、ティーユさんにはお別れです。よし。で、よしよし。あんまりね、ちょっと散らかってるんで、カメラね、引くことできないんですけど。じゃあ、まず、ケースからですね。このケースは、ちょっと、そうだな。自分の手がこのぐらい。で、サーマルテイクさんのミニ ITX のケースですね。こちら。使っております。なんかね、この一回りちょっと大きい、マイクロ ATX、あっちにも対応してる、ケースがね、もう一種類あるんですけど、あっちもね、結構魅力的だったんですけど、昔はもっとでかいね、フルのね、ケース、使っていたんですが、ATX のね、ケース使ってたんですけど、そこまで拡張しないし、ちょっとね、部屋が、かさばってきちゃうんで、ちょっとね、ちっこいコンパクトな、ゲームに特化した、PC ね、がいいなと思って、今回、ミニ ITX 選びましたね。めっちゃ、コンパクトな方なのかな、パソコンの中ではね、多分。で、コンパクトでありながら、すごいハイスペック。なものもね、最近は作れるようになってきたので、ミニでもね、自分の用途ではもうこれで全然ミニ ATX でいいかなと思っております。そうそうそう。で、このケース結構意外と、気に入ってて、結構ね、このケース安かったんですよね。5000しなかったかな、4000なんぼとかね、当時、1年くらい前売られてて、今はどうだか分かりませんけど、安いんですけど、意外と作りがね、しっかりしてる感じしますね。5000円ですからね、だいたい1万円ぐらいするのに、気に入っていますね。で、いろいろ、横にするとこんな感じ。端子が、外付けの端子がついていて、これは焦点赤。よし。USB の3.0の端子が2つついてて、その上が、メインスイッチですね、パソコンの。で、一番下が、のスイッチが、リセットボタンと、マイク端子と、
ヘッドホン端子、ついております。まあ賛否両論あると思いますけどね、このスイッチ類どこにつけるかとか結構ね 議論になることあるけど、上の方についてるとね、めっちゃ楽ですけどね。パソコン下に床に置いてる人は多分上についてた方が押しやすいと思うので、まあこれはサイドについてるんで、まあサイズでもね、いいかなと思いますね、個人的に。まあそんな感じで。で、まあ側面もちゃんと穴がメッシュ状のなっていて、まあ風の通りはね、非常によくなってる感じですね。で、これが後ろか。これが後ろ側ですね。電源とその上に、マザーボードが乗っていて、まあ、その上はちょっとね、まあ、空間ができてますね。まあ、風の通り道になるような、構造になってる感じですね。で、このケースはですね、いろいろ、全部ね、裸にすることができて、ここに、まあ、ネジがついてるんですけど、これ全部外すと、まあ、骨組みだけになってね、これ4箇所、4面ね、全部、外すことができます。で、真上はね、こうなんかプラスチックの板になってて、中をね、見渡せることができます。これが非常に 結構気に入ってますね。夜だとね、この中のね、電気がいろいろ光ってね、綺麗ですね。なんかゲーミングらしいパソコンみたいになって、なかなかおすすめですよ。で、そんな感じで。で、まあなんか Wi-Fi 電波、ついてますけど、なんかつけとこうか。そして、まあ、正面のこの、ここになんかファンがついてるんですけど、めちゃくちゃでかいファンが1個ついてて、何センチなんだろう、18センチだか20センチだか、のファンがついてますね。このパソコン全体をもね、冷やす、まあ、ファンがついてます。で、今使ってますね。使わなくてもいいんだろうけど、もっと小さい、ね、12センチファンとかもつけられるんですけど、まあ、つけてますね、一応。こっちはね、まあ、ファンね、今、光るやつとか売ってますけど、これは光んなくて。で、ちょっと開けていきましょう。で、開けるとこうなってます。めっちゃぎっしりですね。まあ、ミニ ITX だから、まあ、しゃあないですけどね。まあ、こんな感じになってます。で、マザーボードは、ギガバイトの Z170 かなの、ゲーミングモデルですね。買いました。で、まあ、あ、ここに書いてありますね。G1 なんとか、G1 ゲーミングマザーボード。非常に、まあ、ギガバイト製、まあ、今回初めて、買ってみたんですけど、意外とね、なんか言われてますけど、質いいと思いますけどね、まあ、ゲーミングモデルでちょっと、まあ、結構ね、お値段したんで、まあ、よくできてる、作られてるんでしょうけども、結構今のところ不具合もなくて、非常にいいかなとは思ってます。で、ヒートパイプも1本ね、ついてて、まあ、熱関係も対策できてるんかな。で、ここに、まあ、CPU の簡易水冷クーラーですね。コルセアの H60 だったかな。つけてます。めちゃくちゃ冷えます。 やっぱり、クーラーはコルセアかな。で、
まあ、もう一つ上のモデル、H80 っていうやつね。もう、あっちが本当は良かったんですけど、まあ、ちょっとね、私のこのパソコンケースでは、ちょっと入りそうもなかったので、まあ、こっちでね、断念しました。で、その右側にある、この黒いね、やつが、コルセアの、まあ、メモリーですね。DDR4 の、まあ、オーバークロックしてある、3000MHz のやつかな。のやつです。なかなか、いいですね。ヒートシンクもね、ちゃんと、ついていて、なかなか赤いやつもね、あったんですけど、ちょうどね、私買うとき売り切れちゃってて、ブラックモデルしかなくてね、まあ、これにしました。そんな感じで。で、ちょっと右側も開けてみようか。あ、で、後ろの端子、見たっけ？マザーボード。で、まあ、マウスキーボードつける昔のやつと、USB 端子が1、2、3、3、4、4つか、裏は。背面は USB が4つついてます。まあ十分かなと思いますよね。で、これが、Wi-Fi の、あれですね、端子ですね。HDMI 端子と、これがちょっとぼやけてますけど、USB の、なんだっけ、このちっちゃいやつ、新しい規格のやつですね。USB Type-C ってやつだっけ？一応ついてますね。使ったことないですけど。結構、早いみたいですね。3.0より。こんな感じです。で、こっちが、金メッキされてる、まあ、マイクとかスピーカー端子ですね。まあ、こういうところが、ちゃんとね、メッキしてあるのが、まあ、ゲーミングモデルなのかなって思いますね。はい。で、まあ、側面の、まあ、開けまして、これがグラフィックボードになりますね。まあ、ちょっと1モデルね、まあ、古いんですけど、GeForce の GTX970MSI のやつですね。今使ってます。なかなか、いいですね。快調です。1080p のね、解像度なら、最高画質でね、今のところ、ゲームなんかもね、できてますね。快適に。60fps 以上出るんで、全然いいですね。で、アイドル時はね、このファンが、ずっとね、止まってて、まあ、電力とか、静音性もね、なかなか優秀ではありますね。で、この、まあ、MSI、このデザインが好きなんですよね、個人的に。この赤と、このなんかドラゴンの絵が、ついてて、個人的に好き。なのでね、まあ、全部ね、本当はマザーボードも全部 MSI にしようかなって思っていたんですけど、なかなかね、その発売された当初はね、出揃っていなくてね、まあ仕方なく、まあバラバラになっちゃったんですけど、ね、まあギガバイトもいいかなって思いますけどね。な感じです。で、この、まあ、暗い時はね、光ったりしますね。と、この上の、ロゴか、MSI のこのロゴも、暗いと光りますね。はい。こんな感じで。あと、まあ、電源は黒落とし鋼の、
電源ですね、ちょっと古いんですけど、600ワットのやつ使ってます。はい、まあそんな感じで、まあこんなもんかな。まあやってますね。まあそんなに普段はね、そのいじくり回したりしないので、まあ一回取り付けちゃえばね、まあそんな触らないので、触るとしたらね、SSD とかね、ハードディスク関係を増設したりみたいなね、ぐらいなんでね、まあミニ ITX で私はいいのかなと思っております。はい、ということで、まあ一通りね紹介したんですけど、まあ私のゲーミング専用パソコンの紹介でした。